アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつていじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、陰のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月5日、場所は九州春日公園球技場にて、2022九州学生アメリカンフットボール選手権ディビジョン2秋季リーグ戦、長崎県立大学マリーンズ対長崎大学ブルーインパルスの一戦が行います。試合開始14時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側ホームスタンド側に陣取っておりますカラーのユニフォーム、ネイビーイエローを基調にしたユニフォームをまとっているのが長崎県立大学マリーンズ。公立大学ながら長くこの九州学生リーグに参戦し、現在は2部リーグで奮闘しておりますが、やがて1部リーグへの昇格、そしてリーグ戦全勝を掲げております。対しましてその反対側に陣取っております、本日はホワイトのユニフォームをまとっています、バックスタンド側に陣取っていますのが長崎大学ブルーインパルス。こちらは1979年初の創部ですが、しかし2002年にこの部は一旦廃部となり消滅しておりましたが、 OB たちの絶え間の努力によりその廃部から20年経ち、今年復活しました。20年間の時を経て舞い戻ってきたブルーインパルスの一戦、本日配信させていただくことを光栄に思います。若きその1、2年生を中心にしたメンバーながら、しかしその少ない子どもたちがチームの伝統を守り続けて戻ってきた長崎大学、そして長く2部リーグにありながらしかし奮闘を続ける長崎県立大学によるクロスタウンライバル対決が間もなく行われます。令和4年11月5日、場所は九州春日公園球技場にて、2022九州学生アメリカンフットボール選手権大会ディビジョン2になります秋季リーグ戦、長崎県立大学マリーンズ対長崎大学ブルーインパルスの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。縦面から両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがカラーのユニフォームネイビーをまとっている長崎県立大学マリーンズ、そして奥側バックスタンド側にホワイトのユニフォームを着まして現在整列しておりますが、長崎大学ブルーインパルスです。長崎県立大学キックオフ、長崎大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。暗いハドルが解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。
試合は長崎県立大学のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは長崎県立大学66番の高鍵、田辺高校出身の2回生が務めます。対しまして長崎大学はリターナーに9番と11番の2人を配置しました。9番は三安、春日高校出身2回生、11番は武田、筑紫高校出身の1回生です。さあリターンします。リターナーは9番、これは長崎県立大学のディフェンスカバーよ。リターンは陣長崎大陣27ヤード付近でボールデッドとなりました。しかしこの位置から長崎大学の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権継続とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは長崎大学の攻撃、自陣27ヤードの位置から長崎大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずはランプレーを選択しました。後方にいたランニングバックにトスをして左オープンをつかせましたが、しかしキャリア29番ディフェンスが殺到し突破できず、約3ヤードロスとなりました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。先ほどのボールキャリアは29番の富川でした。北洋大高校出身の2回生、これにより長崎大学セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。セカンドダウン13、攻撃権更新必要距離は13ヤード。さあ今度は中央ランプレー、ハンドオフから中央突破を図りましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団によりフィールド上に黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。この反則いずれにあったか、まもなく審判団からコールが入りますが、オフェンスの反則のようです。オフェンスの反則ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んではいけません。掴まず握らず相手を押すだけが許されています。10ヤードバッタリとなりまして、セカンドダウンやり直しという形になります。長崎大学セカンドダウン23、攻撃権更新必要距離は23ヤードとなりました。インターセプト、ターンオーバー。ここで長崎大学は後方より一度だけできる前パスを投じました。攻撃権を一気に更新を図りましたが、しかしこれを取ったのは長崎県立大学8番、インターセプトにより攻守交代となりました。ターンオーバー。見事インターセプトを決めたのは長崎県立大学の8番、早野、筑紫高校出身の2回生です。これにより攻撃権は変わりまして長崎県立大学の攻撃に変わります。長崎県立大学、相手陣28ヤードからファーストアンテン、1回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあ長崎県立大学もパスプレーから入りまして、このパスは成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー6番にパスを通して攻撃権更新です。長崎県立大学ファースター、パスを投じたクォーターバック15番は伊藤、日田高校出身の3年生、取りました。ワイドレシーバー6番は野本、4回生のプレイヤーがここで見事にプレーを成功させました。長崎県立大学、相手陣18ヤードからファーストダウン10。
ここでランニングバックにトスをして右オープンへのランプへ。そこから縦にキャリア8番は切り上がりまして約5ヤードのゲインとしています。ボールを持ちました8番は早野、筑紫高校出身の2年生です。これにより長崎県立大学セカンドダウン5の状況になります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。クォーターバック10番プレイアクションパス、ランプレーに見せかけそこからパスを投じました。これをワイドレシーバー25番エンドゾーンでキャッチしました。タッチダウン、長崎県立大学6点獲得となりました。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー26番の宮川、豊岡高校出身の4回生です。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション、キッカーは66番の高鍵が務めます。このキックは失敗、6点止まり。長崎県立大学6点、長崎大学0点となりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入り、タッチダウンはその後にもうワンプレープラスがあって、そこでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらに加点となります。さらに自殺戦セーフティーを加えますと、アメリカンフットボールの得点方法は得点は2点3点、6点、7点、8点の組み合わせになります。この足し算により引き分けが起こりにくい得点構造となっています。そして試合は先ほど得点を挙げた長崎県立大学のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあ長崎大はリターンに入ります。リターンは9番、これを突破しようとしましたが、しかし自陣30ヤード付近からの攻撃を得ました。ここから長崎大学の反撃という形の攻撃になります。このようにアメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフするため、必然的に点を奪われた側が次の攻撃の機会を得ることが多くなります。その機会を長崎大学生かさんと自陣30ヤードからの攻撃に入ります。長崎大学自陣30ヤードからファーストダウン10、キュービーサーク、クォーターバック18番、ここでプレイアクションパスを投じようとしましたが、これを長崎県立大学6番が見事に察知し、キュービーサーク、パスを投じる前に倒しました。6ヤードロスに変えています。見事キュービーサックをしました。長崎県立大学66番は高鍵、田辺高校出身の2回生です。長崎大学セカンドダウン16の状況となります。攻撃権更新、必要距離は16ヤード。クォーターバックジャッジ1、今度は自らの総力で右オープン突破を図りましたが、しかしこれも長崎県立大学ディフェンス集まりよく1ヤードロスに変わっています。長崎大学サードダウン17と厳しい状況になりますが、このサードダウンコンバージョン、どのようなプレーを選択するでしょうか。ボールオンは自陣21ヤードにセットされています。さあランプレーを突破を図ります。
ドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央突破を掲げに敢行したのはランニングバック29番、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。ランニングバック29番は富川でした。北洋大高校出身の2回生。そして長崎大学フォーメーションを変えましてパントにします。パンターは2番が入りました。このパントは相手陣45ヤード付近のところで止まりまして、この位置での攻守交代となります。パントはいわゆる攻撃放棄となりますキックプレーです。しかしそのキッククレーニングに陣地挽回を図ることができます。長崎大学自陣深い位置では失点の可能性があるため一旦陣地を押し戻す形でパントを出しました。ここでウォーターブレイクとなります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりその時の天候そして人員状況を踏まえクォーターの半分でタイムアウトを取るゲームがあります。この試合は双方とも人員面に問題があるという判断がありクォーターの半分でタイムアウトが取られているようです。まず第一クォーター序盤を終えました段階で双方の攻撃の中長崎県立大学が先制となりますタッチダウンを決めました。しかしトライ4ポイントを失敗という形によりましてその差は6点となっています。これが試合終盤になりまして影響する可能性があるその1点の差そしてこれから長崎大学が反撃になるかその状況を楽しみにしつつこの試合をご覧ください。さあ試合再開となります。長崎県立大学自陣45ヤードからのファーストダウン10。さらに行きます。突破していく前がいない。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの判定がどのような反則であったでしょうか。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック相手選手を後ろからヒットしました。ボールを持っている選手は相手を後ろから当たってはいけません。相手の見える位置前からしか当たれません。この反則は非常に危険な行為となりまして反則発生地点から10ヤードの抜体となります。従いまして先ほどのタッチダウンは無効ですがしかし総獲得距離が大きく前進しているため攻撃権更新とはなっています。長崎県立大学ファースト。これにより相手陣19ヤードからの攻撃となります。パス成功。ナイスゲイファースト。クォーターバック15番、ここでプレーアクションからランニングバック5番へパス。これを取りました5番、キャッチアンドランで相手陣ゴール前に迫りましての攻撃権更新です。長崎県立大学ファースト。先ほどタッチダウンを反則により奪われましたが見事なプレーでした。長崎県立大学5番、ランニングバックは滝沢梶木高校出身の4回生です。長崎県立大学相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴー。
タッチダウン。この1ヤードを長崎県立大学クォーターバック15番自ら中央にスニークプレーで持ち込んでタッチダウン。相手の隙をついて一気にそのまま得点としました。長崎県立大学6点獲得。タッチダウンをしましたのはクォーターバック15番の伊藤、日田高校出身の3回生でした。そしてトライ4ポイント。キック成功、1点追加。長崎県立大学13点、長崎大学0点となりました。長崎県立大学、ここまでのリーグ戦を戦い抜いてきた経験を生かし、まず長崎大学を圧倒する形で序盤を締めております。さあこれに対し長崎大学、反撃を導き出すことができるでしょうか。試合は長崎県立大学のキックオフで再開となります。さあ11番リターンに入りました。相手とすれ違うように自陣25ヤード地点を確保してこの攻撃に備えます。リターナー11番はムタ、筑紫高校出身の1年生のプレイヤーです。長崎大学自陣26ヤードから反撃に入ります。長崎大学ファーストアウト。左オープンのランプレーを展開しようとしました。オプションプレーにより相手ディフェンスの裏を突こうとしましたが、しかしランニング枠29番にトスした段階で殺到され、約5ヤードロスとなりました。長崎大学自陣20ヤードからセカンドダウン15。パス不成功。クォーターバック18番、後方に下がってワイドレシーバー27番へのパスでしたが、このパスは成功に終わりました。ダウン1つ失いましてサードダウンと変わります。前パスは失敗しますと元の地点に戻され、攻撃権を1つ失う形になります。長崎大学自陣20ヤードからサードダウン15。この15ヤード獲得なるでしょうか。パス不成功。クォーターバック18番、プレッシャーを感じながら右に展開しつつ、そこからパス、ターゲット2番にパスを通せるかと思いましたが、これを長崎県立大学ディフェンス陣見事にカバーしまして、パス不成功としました。長崎大学フォースダウンに変わります。長崎大学ここでバントフォーメーションを取ります。パンター2番の江口、果たしてどのようなパントを蹴ることが可能となるでしょうか。
パントを風に押し戻される格好になり、ほとんど陣地挽回とすることができませんでした。結果的に長崎大臣の20ヤード付近で攻守交代という形になります。長崎県立大学相手陣20ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック15番、左に展開していたワイドレシーバー25番にパスを通しまして、約7ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー25番は水戸倉敷古城池高校出身の2回生。長崎県立大学セカンドダウン3、ボールオン相手陣13ヤード。このパスワーク成功。今度はクォーターバック15番、右側にいたワイドレシーバー83番にパスを通しましたが、このパスコース合わず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして、サードダウンに変わります。長崎県立大学相手陣13ヤードからサードダウン3。攻撃権更新、必要距離は3ヤード、そしてエンドゾーンまで13ヤードの位置です。パス不成功。今度はクォーターバック15番、右にスプリントアウトしながらワイドレシーバー25番へのパスを投じましたが、このパスもオーバースローでパス失敗となっています。ダウン一つ失いまして、フォースダウンに変わります。長崎県立大学フォースダウン3、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス30ヤード、キックフィールドゴールキッカーは66番の高鍵。キック成功、3点獲得。これより長崎県立大学3点加点となりまして、長崎県立大学16点、長崎大学0点となりました。長崎県立大学タッチダウンを上げるには至りませんでしたが、見事高垣がフィールドゴールを決めまして、3点をくっ追加し、その差を2タッチダウン差以上としました。そのフィールドゴールを決めました高垣のキックオフで試合再開となります。さあ11番ファンブルしましたがリターンに入りました。左オープンサイドにスペースを見つけ突破を図りましたが、陣15ヤード付近でボールデッドとなっています。この位置から長崎大学の攻撃となります。長崎大学自陣17ヤードからファーストダウン10。
ス不成功。クォーターバック18番プレッシャー感じながら右に流れてワイドレシーバー9番にパスを投じました。しかしこのパスディフェンスカバーよくパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。長崎大学セカンドダウン10、ボールオンは自陣17ヤード。パス成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー9番にパス。このパスを9番キャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック18番は柴田、新居浜西高校出身の2回生。取りましたワイドレシーバー9番は三津康、春日高校出身の2回生です。ここでクォータータイム第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして長崎県立大学16点、長崎大学0点となり攻守方向入れ替え第2クォーターに入ります。